はい、こんにちは。栃木のたけしのお嬢です。今日ね、中子ばあちゃんのコロナワクチンの接種4回目、やってきました。今回もね、ファイザーらしいです。で、接種証明出ましたんでね、前回の動画でも言ったと思うんですが、接種証明、救急車で運ばれる時なんかはね、接種証明やった方がスムーズに、受け入れてもらえますんでね、接種証明を、まあ、すぐ出せるようなね状態にしておいた方がいいのかななんて思います。で、今日金曜日なんでね、まあ仮に明日とか明後日調子悪くなっても山崎院やってますので、まあ最悪ね山崎院連れていくこと可能なんで、まあちょうどいいタイミングで打てたのかななんて思っております。はい、そういうわけでね、7月の29日金曜日、中子おばあちゃんの、4回目のね、コロナワクチンの接種が終了しました。お付き合いありがとうございました。